皆さんこんばんは、かなかなです。さあ、先週のレッスンでは本番一発目であなたらしい豊かな演奏ができる方法をお伝えしました。さあ、今日のレッスンでは本番の自信につながる日々の徹底した練習、努力の練習方法、またアンプの強化練習にもつながる技術的な方法を7点お伝えしたいと思います。アンプが苦手で困っている方も多いのではないでしょうか。ただただ楽譜を眺めて繰り返すだけの練習ではもう成長は止まってしまいますよね。今日のレッスンを聞いてもらって練習方法をプラスすると確実にアンプ力は強化できますよ。もうすでにやっているという項目もあるかもしれません。まだできていない項目があればぜひ実践してあなたの自信度を高めてくださいね。これからお伝えするすべての項目はアンプで行ってください。さあ、それでは早速、その1。自分の演奏を通して録音する。録音するだけでピリッと少し緊張しますよね。携帯の録音機で十分ですよ。本番の状態に少しでも近づけるんです。そして間違って止まったとしても必ずやめずに最初から最後まで通して演奏してくださいね。これがすごく大切なんです。間違ったとしてもまたそこから弾き直して最後まで通して演奏する、これも大切な練習の一つになります。録音した後は楽譜を見ながらあなたの演奏を聞いてください。自分の気づけていないことが明確になります。テンポこんなに早く弾いていたの?とか、高音が全然響いていなかったとか、全然歌えていないななどと気づくことがたくさんあると思います。そして気づいたことはすぐに楽譜にチェックしましょう。そしてその場所を重点的に練習するのです。その2、人に聞いてもらう機会を増やす。誰か一人でも聞いてもらうだけで普段の練習とは違う状況になりますよね。ご家族でもお友達でも座って聞いてもらってくださいね。例えばママが家事している時になんとなく聞いてもらうのではなく、ママに手を止めてもらって椅子に座ってもらって聞いてもらうんですよ。あなた一人、自分一人に注目されている状態で弾く機会、緊張する場で演奏する機会を増やすのです。その状態でどれだけ自分の力が発揮できるか、とってもいい練習になりますよ。またあなたの苦手なところが分かってきます。その3、片手ずつアンプで弾く。右手ではできても左手だけでアンプで弾くのはかなり難しいのです。左手だけでできる方は結構少ないと思いますよ。片手ずつアンプすることで曲の理解度は格段に上がります。その4、左手だけで弾いて右手のメロディーは口で歌う練習。さあ、これも難しい練習ですよ。頭にメロディーと伴奏がどれだけ入っているかよくわかる練習です。両手で弾くのではなく、あえて左手だけを弾きながら右手のメロディーは弾かずにあなたの口で歌うんです。この練習をすれば曲が体に浸透してきますよ。その5、ピアノの前に座っていない時も移動中やお風呂などで頭でイメージして最初から最後まであなたの弾く曲を流す。どんな状況でも頭の中で曲全体が歌えるか、集中力の訓練にもなります。またこの練習は夜遅くてもできる練習ですよね。今日は時間がなくてピアノに座る時間がなかったという日でもできる練習です。ピアノに向かうことだけが練習ではないんですよ。どうしても頭に浮かばないところが出てくれば、そこがあなたの苦手なところ、すぐに楽譜にチェックしましょう。そして次の日にその部分を集中練習するんです。その6、楽譜に起こす。これは究極の練習方法。時間はかかると思いますが、あなたの弾く曲をそのまま五線紙に音符で書いてみてください。音符に書くという作業は頭で理解していないとできませんよね。もちろん強弱記号や細かい記号、スタッカートやスラ、タイなども全て
書くんですよ。わからないところが明確になってきます。難しい方は楽譜を見ながら写すだけでも構いませんよ。それだけでも十分な学びになります。10分ほどの長い曲だとかなり時間がかかりますよね。アンプができない部分やあなたの苦手な部分だけを切り取って書くだけでも十分な勉強になります。ぜひやってみてくださいね。その7、いろんなピアノで演奏する。本番で緊張する一つの原因はいつも弾き慣れていないピアノを弾くからなんですよね。毎日弾くお家のピアノで本番は迎えれないから、どんなタッチかもわからない、どれだけ響くかもわからない、そういう不安もありますよね。しかしその状況は変えられません。ピアニストの宿命なんです。普段からいろんなピアノを弾いて、どんなピアノでもいつも通り演奏できるように自信をつけるのです。弾く時の注意点ですが、ついついどんなタッチかなと新しいピアノを弾く時に手慣らしに弾いちゃったりしますが、それは我慢します。初めて触るピアノで一発目から最初から最後まで通して演奏する、これが大切なんです。いろんなスタジオのピアノを借り、また学校のピアノ、お友達のお家にあるピアノ、ストリートピアノなどでもいいですよ。とにかくいろんなピアノで演奏してくださいね。いかがでしょうか？まだやっていないものがあれば、ぜひ実践してみてくださいね。ためになったよ、誰かに教えてあげたいと思った方、またコメントお待ちしております。あなたの演奏が豊かになりますように。ファミリー練習室というアカウントを作りました。カナカナの練習風景をアップしていますよ。ピアノの練習は孤独ですよね。頑張るファミリーの皆さんのモチベーションアップの場所になればと思っています。皆さんの練習風景や演奏動画にハッシュタグファミリー練習室でツイートしていただくとリツイートしますよ。皆さんの練習動画、私も見ていますよ。それではまた来週土曜日に、頑張れー。